元気が出る大チャンネル。大チャンネルご覧の皆さん、北川大輔です。秋になって気候が良くなりましたね。猛暑の夏が過ぎてほっとして、でももう最近ちょっと朝方涼しいぐらいな感じで、もう衣替えが遅れているとあっという間に風が引きそうな、なんかそんな陽気になってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。この季節が一番楽しみなのはやっぱりゴルファーなんですよ。夏の暑い時は炎天下で熱射病を気にしたりとかしていました、脱水とかね。でもこれから涼しいいい季節になると、まだ芝生も綺麗な時期で、そして、暑すぎず爽やかな風が少し吹いてるぐらいがやっぱりゴルフは一番いいんです。ですから1年通して秋のこの季節は芝生がふわふわしてふかふかしてる中で、まだ枯れる前ですからね、今一番あのゴルフ日和いいですよね。さあ今日はですね、悩める子羊の方から動画をいただきました。ゴルフの悩み相談をですね受けまして、それに対する対処をして、最終的には会ってきてですね、レッスンして、でまた次の日にゴルフだということだったんで、ゴルフに行ってきましたよ的な動画を逆に送っていただいて、どうなったのかというのをね見ていただこうと、今日は一本その動画でまとめてみたいと思ってるんですよ。さあどなたかと言いますとね、作曲家でシンガーであり、北川大輔尊敬しています浅野ゆうきさん、浅野ゆうき先生です。もう以前この大チャンネルの動画では何度も、ね、ギターを弾いていただきながら一緒にコラボで歌も歌っておりまして、また先日のバースデーには一人バースデーにはコメントも寄せていただき、尊敬している浅野ゆうきさん、本当にあの感謝しています。残念ながら9月のバースデーはイベントが中止になってしまったので、来ていただいてゲストで歌っていただいて一緒にコラボで歌をやりたかったんですが、今回はできなかったので、またこれから企画をするということになっているんですけれども、そんな浅野ゆうきさんから練習場でボールを打ってる動画を送ってくださいまして、大ちゃん明日ゴルフなんだ、なんかボールがちょっと右に行くんだよね、どうしたら治るかな、ちょっとレッスンしてというお話でした。まずはこの動画をご覧ください。ナイスショット。まあスタンスに関しては素晴らしいと思います。そしてスタイルもいいのでね、もう構えもいいと思います。ただちょっと手が突っ張ってるかなというイメージと、ちょっとボールが離れてるかなというイメージと、そしてなんとなくやっぱり顔が頭が上下してる感じがするのかなというのが自分の第一印象。そしてバックスイングがしっかりしてる割にはインパクトから先がちょっとお粗末、ちょっと弱いかなと。あのスイングの形としてはちゃんと振れてるように見えるんですが、インパクトから先に力が抜けてる感じがするんですよ、うん、でどうしても長いクラブをちゃんと打とうとすると、クラブがヘッドが遅れてくるというのが、まあ、大体の方のミスの原因なんですね。ですからそこで北川大輔的には浅野先生にはちょっとしっかりと腕を振ってほしいと、うん、しっかりとクラブを体の正面で振ってもらえるような方法を考えてメールを送りました。というのはクラブを回す、まあ、フェースを返すね、遠心力で外に飛び出そうとしてしまうボールを捕まえてちゃんと打ってほしいと、当ててやめるんではなくてちゃんと振ってほしいと、こういうイメージでこの動画を送り返しました。どうぞ。浅野先生、曲がる原因はですね、こういうふうに打ってるから、こういうふうに、どうしたらいいかって言ったら、こうします、こうします、こうやります、トップからこう来てこう回して、最後のフィニッシュはこうです。こうやってると思います多分先生。こうです、常にこう回します、こう回します。シャフトだけの話をするとこうやって回します、こうやってこうやって回すとフェースの面もこう回るので、当たった瞬間ちゃんと遠心力に負けないように、まあテニスでいうちゃんとこう返すような感じに球がなります。フェースはこうです、すなわちクラブはこうです。以上です。お仕事先の楽屋の部屋から動画を撮って先生に送ってみたんですけれども、そしたらあの動画を見て先生から返ってきた答えが、大ちゃん難しくて分かんねえよ、もっと簡単に分かるように教えてよということだったので、結果的に会いに行くことになりましてね、先生に会ってきました。もう都内のレコーディングが終わっ
った先生の時間と自分のもう移動する時間の合間の1時間の間でなんかちょっと参考になるように、何せ明日コースだって言うんで、これは行かなきゃっていうことになるじゃないですか。です。行ってまいりました。もう先生の頼みだったらね、横に首を振らないのが北川大輔です。そしてレッスンをしてきた模様がこちらです。じゃん、浅見ゆき先生です。ありがとうございます。お久しぶりです。もうコロナで大変な中、ね、でも今日はレコーディングがあったということで、そういうことです、ね、作曲の方で、はい、はい、できました。その帰りにちょっとお時間いただいて、ね、プライベートで今日は先生ゴルフの、ね、話をしたくて。そうなんですよ。なんか明日ゴルフに行かれるっていうんでゴルフの特にスライスが出て困ってるって話を聞いて、まあ、スライスというかもう当たらないんだね。なので、はい、先生に役に立ちたくて今ちょっと時間をお互い割いて、もう、ね、今レッスンしてもらいました。ありがとうございます、はいはい、って言いながらもまずはここで今からいただこうということで、はい、美味しそうですね、これね。美味しいですね、はい、ジョナサンのデニッシュソフトクリーム添え、なぜか2人で同じものを頼んで男同士で行きたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、いただきます。乾杯乾杯乾杯します。乾杯乾杯、失礼します。美味しそう。これ美味しそうですよね。美味しそう、味のたっぷり、ね、よいしょ。先生甘いの好きですか。大好き。よかった。マウンテンソフトクリーム、あったかいです。食べます。すごい先生、甘いのが好きだって嬉しいですよ。うん、うまい。これめっちゃくちゃうまいぞ。これうま、うん、これね、おいしい。さあ、今からゴルフのレッスンをしたいと思います、はい、さあまず先生、簡単に素振りをしてみてください。うん、はい、綺麗なスイングですね。ですか。はい、ああ、なかなか上手です。イメージは、はい、トップが3、トップが 3、はい、トップが3で、その後、フォローが7、ジェーン、そうそうそう、それを毎回心がけます。で、先生少し持ち球がスライスが多いんですよね、はいはい、ということはフェースの面が要は当たった瞬間にこう当たってるんですよ、はいはい、ということはこうしたいんですよね、はいはいはい、でこうしたらどうしたらいいかって言ったら、はい、インパクトの瞬間にこっからこう回すんです。こう、はい、回す。フェースの面はこんな感じ、地面がし、でそのまま回したまんまフィニッシュまでいくと、こういう、そう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 、それを毎回心がけてください。はい、一回やってみましょう。フェースを回します。ゆっくりそこから3対7、回しました。回しました、うん、いいですね。もう一回いきます、はい、3対7、はい、7、そう、それを毎回心がけると大丈夫です、はい、手の形もう一回確認します。はい、グリップを構えてこう来てバックスに来て、はいはい、最後にこう来たら会長、そう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 、だから最後フィニッシュ、そうそうそう、ここのこの手の甲がこうなってる方がいいです。こうなってる人はスライス、こうなります、そうそうそう、それを心がけて構えますよね、はい、とにかく3つ構えとトップ、はい、そして最後のフィニッシュの時に手が返ってる、そう、この3つ、こう、そうそう、この3つだけを考えてコースでボールを打つと絶対ナイスショットです頑張ります、はい、もう一回素振りいきましょう、はい、3対7、そうです、ナイスショット、これで明日はバッチリです。頑張ります。はい、頑張ります。ありがとうございます。ちょっとお茶をしようかっていう話になりまして、ファミレスに行って美味しいソフトクリームのっけのパンケーキ、あれはもうコメダのシロノワールっぽい感じのやつでしたけど、また格別に美味しいパイ生地に乗っかった美味しいね、やつを食べてきました。ジョナサンの特製のやつでした。待ち合わせ先からですね、公園が一つあったんですが、子供たちがいっぱいいたんでちょっとこれは難しいっていうことになりまして、街をぐるぐると歩いていたら空き地を見つけまして、空き地でレッスンをしてきました。そしてこれで別れて、次の日に朝一番ゴルフ場に着いてから浅野先生からこんな動画が届きました。おはようございます、浅野ゆきです。万年初心者で今日は140切るように頑張りたいと思います。
昨日は大ちゃんにいろいろアドバイスいただいてありがとうございました、シャフトを、ね、回したりあと3対7で、振るということを、ね心がけながら回ってみたいと思います。ではまた。まっすぐ。まっすぐ。ありがとうございます。はい。気持ちがいいです。向こうには妙義山が見えて気持ちいいですけどスコアは最低です。でも楽しい。普段先生のご近所でテニス仲間だというお友達と一緒にゴルフに行かれたらしいです。群馬県は妙義カントリークラブ。これはもう北川大輔も行ったことがありますが。妙義山の素敵な山あいの中に丘陵の本当に綺麗なゴルフ場なんですね。天気も良くて良かったなと思います。朝5時50分起きだったそうですから結構早かったですね。そしてもうお昼にはニコニコしながらこんな動画。お昼はネバネバ丼です。納豆と山芋とめかぶ温泉卵、はい、美味しいです。景色最高、スコア最低でした。ネバネバ丼ですね。今のこのコロナ対策にはぴったりの免疫力アップのお料理ですよね。いいものを選択しました。あとはゴルフですよね。先ほどのスイングを見てる感じ、まあ朝一番のティーショットはまだぎこちない部分もあります。ゴルフの上達はとにかく勇気が必要です。やると決めたことを現場でちゃんとやる勇気が必要です。でも浅野さんは名前が勇気ですから勇気はありますよね。さあ後半こんな動画が届きました。さて浅野ショット出ます。ただいま生中継です。行きます。はい。よいしょ。やっぱビデオで撮るといいね。よいしょ。これ見てください、すごいでしょ。最終的にはスライサーだったのが綺麗な捕まったドローボールになってるじゃないですか。ちゃんと手をこう返して回したという証ですよね。勇気を持って練習してくれたんですね。目標が150とおっしゃってたまだまだビギナーの先生ですが、今回最終的にトータルで138というスコアが届きました。まだまだできていない部分はあるんでしょうけれども、確実に一段ステップアップしているはずです。で先生からのコメントは、これから大ちゃんこれから練習場に少し通うようにするよ、そして練習してみるねとおっしゃってくださいましたので、これから120、110、100切りも近いかもしれませんね。今回は浅野先生から悩める子羊動画が届いたという話から動画を作っていました。ゴルフは勇気が必要で、その大切な部分は自分のできないことをちゃんとやる努力をすることだと思います。またこんな動画が作れたらアップしたいと思います。今日はご視聴ありがとうございました。ゴルフしたいなと思ってます。じゃねー。大ちゃんのお宝ショット。最近で一番振ります。よし。よし。あ、当たった。よし。
よっしゃ、イエーイ、ナイスバーディと思われる方はいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。